どうも、一生声が上げ中のものです。今日紹介するダブガーベックス STI の全長は4595ミリなんですけれども、これちょっとイメージできない人はですね、近所にいるミナミゾウアザラシを頑張って捕まえてバンすれば大体一緒です。この車は水平対向4気筒ターボエンジンを搭載して、前後を駆動するフルタイム四駆モデルです。リア、フロントともにですね、機械式の LSD が入っています。この最終モデルではあえてスタビの径を細くしてまして、前後の足をより動かすセッティングに変更されています。このモデルでの正面からの特徴はここ、車両全体にこのように STI 独特のピンクのラインが入っています。またここバンパー開口部、もともと大きかったんですけれども、この後期モデルでは下方向に拡大されてまたでかくなりました。ボディサイドに回ってきました。サイドでの注目は何といってもフェンダー。まずフロント、フェンダーに対してブリスターを後付けしたという感じではなく、ブリスター込みで最初からデザインしたこの統合化されたデザインが魅力なんです。そしてリアのフェンダーはフロント以上にボディ一体化感が強いです。それでいてですね、迫力を失ってないのはリアに特徴があります。この後ろから見た時のリアフェンダー、実は兄弟車の位置づけにあるレヴォーグではリアフェンダー、この後ろの方で絞ってるんです。しかしこのダブガーベックスではですね、あえて絞らずにそのままズドーンとリアに持ってきたことによってボディのワイド感が出ています。このリアフェンダーの堂々とした処理によってですね、シュッとした感覚よりもどっしりドカベン感覚なんです。かっこいいね。ホイール周り注目がいっぱい。ここアウトレット、しっかり穴開いてます。またこのシルバーのキャリパー、これブレンボ製です。そしてリア、こちらもブレンボ、そしてこちらも本当に開いてるよ、穴が。ヘッドライトチェックします。それにしてもいい色ですよね。ツインビーよりも青です。フロントサスはストラット、そしてリアカルボーン、いやダブルウィッシュボーンなんです。リアでの注目はこの超巨大なウィング、そしてこの下のマフラー、左右から超いっぱい飛び出てる、ほとんどデストロイドモンスター級です。ライトチェックします。ダブガーベックス STI で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、超スポーツ志向だからないのかな。ででおででで、ありました。あ、ライトもあった。100点です。フロントシートです。すごい造形のバケットシート。そしてシートバックにはこの強い2大ネームのコラボです。このコラボの強さ、キッカーと補定のコンプレックス以外。フロントシートチェックします。見た感じのサポートの張り出しはでかいんですけれども、シート全体もでかいのですごくゆったり座れます。ゆったり座りつつしっかりフォローはしてくれるという感じです。座り心地がですね、完全に大御所クラスです。シートの調整はこのように電動です。これでスライド、これでリクライニング、これでハイト調整もできます。インパネです。シックな中でも香ってきますよ。何が？レーシーの香りが。ステアリングは象形です。表皮はですね、スウェードでとても操作がしやすいです。ちなみに後期の D 型以降のモデルではウィンドウの厚さがアップしてまして、これによってスターターボタンオンで起動するメーターはですね、アナログの2段式で見やすいもの。中央にマルチインフォメーションディスプレイ、ダッシュボード上部にはインフォメーションディスプレイが備わります。ハザードスイッチの下のこのボタンで様々な表示切り替えが可能です。ブースト系、東西南北、燃料残量、車両の傾斜角などなどが表示できます。また注目はここ、シートベルトが専用のシルバーなんでした。中央には大型サイズのモニター、その下にはオートエアコンの操作系、さらにその下には小物入れ、 12V 電源と USB のポートがあります。ちなみにワイパーウォッシャー長押しでヘッドランプも洗浄されます。やってみます。トランスミッションは6速のマニュアル、リバースはリングを引いて右下です。
さらに STI のロゴ、シフトノブの頂点には STI のイメージカラーでもあるチェリーピンクが燦然と輝いています。ちなみにこれ夜は光ります。ボディの外部にもチェリーピンク備わってますよね。いっぱい、これだけ桃色が似合うのはですね、 STI か天然水ぐらいです。ボンネットをオープンするにはこちらのレバーを引きます。搭載されているパワーユニットは水平対向4気筒ターボの EJ20 型、308馬力のパワーを持っています。ちなみに S4 に搭載の FA20 型は直噴ですが、これはポート噴射です。注目はこのフード、アルミ製でとっても軽いんです。バーベキューで火起こしの時にうちわがなければこれを使うといいでしょう。よくないですね。さらにその下には走行モード切り替えの SI ドライブの操作ダイヤル、その後ろにはですね、センターデフのオートとマニュアル制御のボタン、マニュアルにした際にはこちらのノブでですね、ロック率を変化させることができます。その後ろにはドリンクホルダー、シートヒーターが2つ、さらに後ろにはコンソールボックスがあります。インテリアの各部、この高級モデルではですね、カラーがシックに、そして素材が高級に変わってます。例えばこのセンターの柱部分、前期モデルはシルバーでしたけれども、これはですね、ブラックのレザーにシルバーステッチが組み合わされたソフトパッドを貼ったものになってます。またこのバイザー部分もブラックとシルバーのステッチの組み合わせになってます。さらにインパネの各所にカーボンがあしらわれています。ドアの内張りだってほら、シック。ただいろんなところにいろんな素材が使われてますけれども、全体のイメージはトーンが調和されていてとってもアダルト。そのウィンカー音、言葉にしたらどんな音？ウィンカーカラオケ開催です。1回触ると3回点滅します。さあ実際下まで入れてみます。操作感は一般的、節度感があります。破裂音的なバッキバキの音を抑えようとして角を丸めた繊細な音が加わってます。結構聞き心地がいいです。シッチャーです。ラゲッジはこのボタンで開きます。ラゲッジチェックします。わ、すごく広い。めちゃくちゃ広いです。また間口も結構大きいです。これだけの間口の大きさがあればですね、体長1メートルの猫科のオセロットをゴロンと横倒しで詰めます。ちなみにこのトランクリッドの裏、ここに黄色いレバーがついてます。これはトランクの中に閉じ込められた際にこれを引けばロック解除できるっていうものなんです。ちなみに後席を開けてこのノブを引けばシートが倒れ、トランクスルーも可能になります。こんな感じです。飛び出すリアシートチェック、ドアの開口角度が大きくて乗りやすいです。またですね、シートやっぱりすごくたっぷりしているのでしっかり体を包んでくれます。足元とても広いです。これはなぜかというと、先代に対してホイールベースが25ミリ伸びて、そのほとんどがリアシートに当てられているからです。だからこんなに余裕。またセンターにはアームレスト、カップホルダー付きです。そしてリアドアを開けるとスバルのボディ剛性へのこだわりがわかります。それがこのくぼみとこの出っ張りなんです。ドアを閉めた時にこれが相互にガチャコーンと緩合することによってボディ剛性をアップしてるんです。ただですね、実はこれ何もスバルだけの独自の技術ではないんです。古くは国産の日産のセダンなどでもこのようなキャッチの仕組みをですね、採用しているモデルがありました。ただそれはですね、ハードトップの車だったんですね。ドアのサッシュがないハードトップの構造でボディ剛性を担保するためにこのような機構を設けたというのがそもそもでした。しかしこの WRX-STI はしっかりサッシュがあるにもかかわらず、この機構を採用して念には念を入れてるんです。これでボディはガッチリ。この EJ20 型水平対向4気筒ターボエンジンはですね、308馬力と43キロのぶっといトルクを持ってます。最近の下からトルクをもりもり出すというタイプではなくて、上に回せば回すほどドッカーンと出力とトルクが炸裂していくエンジン特性にあります。最高出力は6400回転で、最大トルクは4400回転で出すパワー特性です。ちょっと踏んでみますね。
クみたい。このファイナルエディションはですね、ピストン、クランク、コンロットのですね、交差を詰めました。重量のバランスをなるべくですね、均等に揃えたんです。それによってフリクションが大幅に減ってます。ですから回していっても、どこまでもスムーズなんです。いや、すごこの車、仙台比でボディの曲げは 30%、 ねじりは 40% 強化しています。これによってボディはガチガチに硬くなってます。ホテルの朝食バイキングに出てくるあのベーコンみたいに硬いんです。カリカリです。WRX CVT の S4 は電動パワーステなのに、この STI はですね、油圧にしてるんです。完全に専用品として採用しています。これによって切り始めから反応が良く、そして剛性感が高いんです。このように切ること自体が喜びになるんです。気持ちいい。エンジン音も相まって、なんて気持ちいいんだろうこの車。この WRX STI はオンデマンド式ではなく、常時4輪駆動するフルタイム4駆です。トルク配分はフロント41、リア59ですから、常に後輪寄りのトルク配分なんです。とってもレーシー。またセンターレフはこのモデルのデビュー当初はですね、機械式と電子制御の組み合わせでしたけれども、現在は完全に電子制御式になってます。その調整が手元でできるんですが、現在オートで走ってますけれども、これをマニュアルにしてみましょう。そしてマニュアルのロック率、まず一番低いものからやってます。このように旋回性能が、旋回が非常にスムーズです。さあ、ここでロック率を最大にしてロック状態にしました。明確にですね、直進安定性が高まりました。そしてステアリングを操作した時の安定性は格段に上がってます。コーナーでの曲がりやすさはロック率をフリーに近づけた方がもちろん曲がりやすいんですけれども、曲がってる最中の安心感、そしてコーナー出口での踏んでいける感は、やっぱりロックした方がいいです。続いてデフはオートに戻しまして、 SI ドライブを S スポーツにしてみます。お、明確にアクセルの回路が上がりました。 S シャープにしてみます。すごい、 S シャープとんでもないです。エンジン音の高まりも半端なく高くなりました。しかしそれでもですね、相変わらず安定感はキープしてます。実は現行モデルのこの STI のですね、 SI ドライブは仙台モデルの WRX の SI ドライブに対してですね、同じ S シャープモード同士の比較でもですね、より過激にアクセルを開けていくような特性なんだそうです。ただそれでもですね、全く破綻を見せないのはですね、大きく剛性アップしたボディによるところが大きいです。逆に言うと、このボディ剛性がなければここまでの過激なセッティングでできなかったはずです。この WRX STI 非常にいいっす。モデル末期ですけれども、衰えるどころかマジで第一線級の戦力を持ってます。で、重要なのは戦力を持ってるだけじゃなくて、それが楽しく扱えるところです。全てがデジタルで収まってる感覚じゃなくて、アナログの延長線上にデジタルと融合してる感じなんです。ですから運転していて満足度があります。この音も満足度を高めてるうちの一つです。とっても気持ちいい。最高に耳でした。ごちそうさまでした。